明けましておめでとうございます。謹んで新春のご挨拶を申し上げますとともに、希望に満ちた輝かしい新年をお迎えのことと心よりお喜び申し上げます。さて、近年の本市を取り巻く社会情勢は、全国の地方都市と同様に人口減少、少子高齢化の進行、情報化社会の進展、大規模自然災害等の不測の事態への備えなどにより大きく変化をしており、このような社会情勢の変化を的確に捉えるとともに、スピード感を持って対応できる柔軟な市政運営が必要とされております。また先人が築き上げた歴史文化を大切につなげ、焼津市本市の持つ多様な地域資源を磨き上げ、これらを生かし結び循環させることで、市民の皆様が輝かしい生活を安心して送れる町、持続可能な町を目指していく必要があります。そこで4つの政策目標を掲げさせていただきました。1つ目は、子どもが生き生きと輝き、みんなで教育・子育てを支える町づくりとして、少子化対策に取り組むため、子どもと子育て世代の目線に立ち、未来の町づくりの担い手となる子どもたちが夢や希望を持ち、生き生きと成長できる町づくりであります。2つ目は、共に支え合い健やかに暮らせる町づくりとして、超高齢化社会を迎え、子どもから大人まで全ての市民が住み慣れた家庭や地域で互いに支え合い、健康で幸せに暮らせることができる町づくりであります。3つ目は、産業の発展と交流でにぎわう町づくりとして、水産業、農業、商工業などの産業のさらなる発展を図るとともに、焼津市が持つ歴史、伝統、食文化、スポーツなどの多彩な地域資源を磨き上げ、これらを市内外、また広く世界へ情報を発信することで、交流人口の拡大を図っていく町づくりであります。4つ目に、暮らしやすく安全で安心な町づくりとして、さまざまな災害に対する防災・減災対策、防犯や安全、交通安全などの日常における対策を進め、安全で安心して暮らせる町づくり、暮らしを支える生活基盤の整備や地球環境に配慮した町づくりであります。これらの4つの政策と、これらを具体化するための施策を展開することで、焼津に住み続けたい、住んでみたい、行ってみたいと思える町づくりに取り組んでまいります。そこで、本年のキーワードは今日であります。焼津市が持っている資源を皆様と共に協力、共同、協調して磨き上げ、皆様の力を結集し、焼津の未来を創造してまいりたいと考えておりますので、引き続き市民の皆様方のご指導、ご鞭撻を賜りますようお願いを申し上げます。結びに、新しい年が市民の皆様にとりまして、より良い年になりますように、心から祈念申し上げ、年頭のご挨拶といたします。